ナヤ・リベラは、アメリカ合衆国の元女優、歌手である。テレビドラマ、グリー、グリーのサンタナ・ロペス役で知られている。プエルトリコ系の父・ジョージとアフリカ系アメリカ人と、ドイツ系の血を引く母、ヨランドの間に生まれる。弟のマイカル・リベラは、2013から2014年シーズンから、5シーズン、NFL でプレーした、プロフットボール選手。 カリフォルニア州サンタクラリタのバレンシア地区で育つ。モデルを目差していた母の影響で、生後9ヶ月にはモデルエージェンシーにところ属し、以降子役としてテレビの CM やドラマに出演。本格的な芸能界デビューは1991年、エディマーフィプロデュースによるシットコムザ・ロイヤルファミリー。その後いくつかのドラマに、 早くで出演するが、なかなか大きな役がもらえず一時期は、テレホンアポインター、ベビーシッター、アバクロの店員として働いた経験もある。2009年、ようやく、グリー、グリーのサンタナ・ロペス役に抜擢され注目される。2012年アルマ賞で、最優秀女性音楽アーティストを、獲得2011年5月コロンビアレコードと、契約。2013年、 当時恋人だったビッグショームをフィーチャリングしたシングルを発表。2020年7月8日、4歳の息子と一緒にカリフォルニア州ベンチュラ郡のピルー湖へ出かけ、ボートを借りて湖に出たが、返却時間になっても戻らず、スタッフが探しに行ったところ、息子だけを乗せたボートを残したまま行方不明となった。息子は、母親は泳いで行ったが、いつまでも戻らなかったと話した。 保安局はリベラが溺れた可能性があるとしてヘリコプターやドローン、ダイビングチームによる捜索を開始。しかしピルーコは視界が悪い上に水中には多くの植物が生えていて絡まりやすくダイバーたちにとても危険であるために捜索が難航していた。その5日後、湖の北東の湖面に遺体が浮いているのを発見されベンチュラ軍警察は他に 創作願いが出ていないことからそれがリベラのものである可能性が高いと発表。その後、検視により遺体がリベラ本人のものであると確認された33歳ボーツ。遺体には他殺や自殺の痕跡がないことからレスキューチームは事件性がないものとしている。事故の起こった湖は長年にわたって歴史事故が発生しており、 遊泳には危険であるという標識を求める静願があったが許可されたままであったという。事故当時、湖は水流も風も強くなっており、ボートも繋がれていなかった。リベラは湖の中を泳いでいたところ息子が乗ったボートが強風で流され、それを追っているうちに力尽きて溺れてしまったのではないかと見られる。また、息子はリベラが背後から押し上げて、 ボートに乗せてくれたが、振り返ると彼女が水中に消えてしまったと捜査官に話しており、息子を助けるのに最後の一息を使ったと推定されている。グリー、グリーで親友役のヘザー・モリスとは実生活でも親友。15歳から曲作りを始め、音楽が一番情熱を傾けられる趣味としている。好きな食べ物は寿司とメキシコ料理。 2014年7月に俳優のライアンドーシーと結婚。2015年2月には第一子の妊娠を公表し、9月17日に男児を出産。2018年6月14日、ライアンドーシーとの正式な離婚を発表。ありがとうございます。